皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り講師、高橋貴子です。本日はパン作りの悩み相談ということで、生地がふわふわにならないというお話をしたいと思います。生地がふわふわにならないという場合には強力粉の、力が強すぎる、要はこのようにしっかり焼きすぎてパンチングっていうんですけどね、そちらの方向、生地が締まるような状態を作りすぎてしまっていることによってこうふわっと緩まって上に上がらないというような、そういうようなケースが考えられます。ですので、そこのところを、あまりにもこう強くこねすぎないっていうか、グルテンは作る必要があるんですけれども、適度な感じでこね上げていくっていう方法が一つ。あとはお水の、量が少なめだったりすると生地が柔らかくないのでふわっと上がりにくいっていうのも、もう一つはですね、卵黄とかね、卵とか入るような生地だったら、そこの配合量を卵黄の方のもうちょっとアップしてみるとふわっと感が強くなりますので、ふわふわにならない場合にはちょっとこの3点を気をつけてみていただくといいかなというふうに思います。